200、市民200。すぐ横ぐらい、すぐ横ぐらいまで。左前に。しているでしょう。残り 200m、 残り200。さあ直線、もう後ろを振り返ってもその走り余裕が感じられます。直線、もうガッツポーズのその姿がさあ見えてまいりました。圧倒的な強さを見せた。さあそしてフィニッシュに入ってくる210km 単独先頭大直線、伸びてきた伸びてきた伸びてきた、さあ最後まで、さあどうだ、振り切るか、かわしてきたんだったけど、そしてその後ろに、さあここは一気に2人前に出るような形になったよ。はい、市民210優勝の今野源太選手です。おめでとうございます。はい、いかがですか、気分は。いやもう最高ですね、はい、ただでもなんかちょっとまだ実感わからないですね。はい、勝ち方も勝ち方で、まさか独走で勝つとは思ってなかったので、はい、なんかね、まあ3人ぐらいのスプリントに持ち込んで、うん、最後スプリントで勝てればなと思ってたんですけど、はい、まあ、結局なんやかんや、はい、一番レースしてて力が、はい、まあ、あり余ってた感じになってたのは自分なので、はい、もう気合でそこは最後、うん、はい、独走に持ち込んだ感じはありますね、はいはい、なるほど。そうですね、はい、高岡選手とかが落車して井上さんと、はい、森本さんが、高岡さんが、はい、まあ、あのビッグネーム3人が、はい、やっぱあの落車で、うんうん、まあドロップというか落ちてしまったのに乗じて、はい、自分がペース上げて、はい、人数絞って、はい、行って、はい、でまあ先陣切って、うんうん、あのレース作っていったところはありますね、はい、なるほど、はい、でも、非常に調子がよく見えましたね、元気よく、アタックかけて、まあ、はい、そうですね、うん、誰のアタックも何にもきつくなかったです。本当ですか、はい、はい、こう今日は、はい、もうあのハマりにはまってたなっていうところはありますね、うんうん、はい、なるほどなるほど、はい、スタミナの塊に見えましたいいですね、はい、まあ、やっぱり、うん、10月またいで11月 の、はい、まあ、あの頭まで3000キロ、はい、うんうん、3000以上乗り込んだ甲斐があったなっていうのは、はいはい、なるほど、ここまでしっかりピーク持ってこれたこと、うん、自転車人生で今までなかった、うん、はい、それが本当にかっちりハマって、はい、完璧にレースも運べたし、うん、はい、自分のなんだろう体調面とか、はい、フィジカル面しっかり、うん、把握して、はい、今回のレースも進めたなっていうの、はい、なるほどなるほど、はい、